ハロー YouTube。 どうも、隣山本です。今日はですね、昨日僕が行ってきたベビーメタルの武道館公演の10公演目最終日の感想を、まあ、たっぷりと喋っていこうかなと思います。はい。うん、まあね、今真っ先に思ってることは、いやちょっと寂しいですね。まあすごいね、年末に武道館のライブがね発表されてから、まあ、ずっとね、まあ、毎月のようにこのライブの楽しみがあったのに、まあ終わっちゃったわけじゃないですか。で、終わって、まあ後ほど話しますけど、お告げも何もなくて、もう今後のことが何もわからない。ね。もう放置された状態なんで今。それでちょっとなんか寂しいですね。なんかこれね、なんか似たような感じのことあったなって思い出したのがね、2016年の東京ドームが終わった時も、なんかそのね、お告げが何もなくて、しばらく放置された状態あったと思うんですけど、なんかそれに似たような感じですね。あの時もいろんなね、東京ドームに向けてその年のね、ライブがメダルレジスタンスが続いてて、でいざ終わって何かあるのかなって思ったら何もなかったと。うん、結局あの時はどうなんでしたっけ。なんか気づいたらなんか始まってたんでしたっけ。なんか次のライブがなんかこっそりと告知されて、あんま覚えてないんですけど、まあ、今回はね本当どうなるのかなって。最後にね、ありがとう僕らのメタルレジスタンスっていうのがモニターに現れて、そこでもうオンリーザフォックスゴトノーズって出てきて、もうパーって明るくなって終演しちゃって、でなんか僕の隣に座ってたっていうか見てた人もなんかそうなった瞬間にえーって言っててちょっと笑いそうになったんですけど、まあ、確かにみんな何かあるんじゃないかなってね期待してて、まあでも何かあるなんて運営は一切言ってないから、僕らが勝手に期待してただけなんですけど、まあ何もなしということですね。なんかメタルレジスタンスが終わったという。なんかそもそもメタルレジスタンスって何なのかあんまよくわかってないんですけど、なんか今までのことが全て終わったってことですよね。だから全く新しい何かが始まる。なんかガラッとなんかまた体制が変わっちゃうんじゃないかなみたいな予感もしてますね。今のこの体制をどういう風に表現してるのかわかんないんですけど、全くガラッとなんか見た目から何から変わりそうな気もしますよね。それをね、果たして受け入れられるのかどうかっていうね、多分ガラッと変わるときに結構離れちゃう人とかもいると思うんですよ。なんかダークサイドの時も離れた人いましたし、僕もちょっと離れかけましたけど、だからね、ここがちょっと僕らのね、ベビーメタにどこまでついていけるかっていうところをこの後もしかしたら試されるかもしんないんじゃないかなみたいなことを考えたら、ちょっとね、まあ楽しみでもあり怖くもあり何とも言えないんですけど、まあ、ひとまずなんか今のこの体制のライブはもうなんか見られないんじゃないかなって気もちょっとして、ちょっと寂しい気持ちもありますね。それこそなんか曲名にレジスタンスって入っちゃってる、ロードオブレジスタンスとか今後やるのかなっていう、なんかもうやらないんじゃないかなって気もなんかちょっとしちゃうんだよね。ガラッと変わってもうメタルレジスタンスが終わったとなったら、もうロード・オブ・レジスタンスとかやらないんじゃないかなみたいなこととかもうね、なんかもう情報が少ないからなんかこうやって妄想が広がるわけなんですよ。わかりますよね。なんかベビーメタとかあるあるだと思うんだけど、情報があまりにもないからみんな各々妄想してそれが広がってて爆発してっちゃうっていう、今一人で僕そういう状態になってるんですけど、まあとりあえずライブの感想をね話そうかなと。ちょっとすいません、なんか前置き長くなっちゃって、はい、まずね、最初が僕今までインザネームオブ始まりのしか見たことないんですよ、武道館ライブでは。だからベビーメタルですみたいなものがあったっていうことは聞いてたんですけど、それはもちろん聞いてなかったんで、始まってあ、これがそうなのかなとは思ったんだけど、なんかベビーメタルですの原型がほぼないから分かんなくて、ベビーメタルですだったら最初なんか BABY とかってなんかデスボイスで叫んでるじゃないですか。で今回もなんか叫んでるのは分かったんだけど、なんて言ってるのか分かんないんだけど、僕の耳にはなんか BABYMETALっていう風に聞こえなかった。なんかよく分かんないけど、なんか叫んでんなぐらいのがちょっと入ってきた感じで、乗り方もよく分かんなかったから、ちょっと戸惑いながら聞いてたんですけど、でなんか確かちょっと待って、なんか曖昧なんだよな記憶が。なんか3人がなんか十字架にかけられたまま出てきたような感じがする。でなんかどういう風に進んでいくのかなって思ったら、なんか
気づいたらいじめダメ絶対が始まってたな っていう感じ。ああもうこれもいじめダメ絶対じゃんみたいな感じで、ちょっと5秒ぐらい遅れて気づいた感じでしたね。まあでもなんかいじめ始まりのライブっていいですよね。直近のだと覚えてる限りだと、僕は見に行ってないんですけど、レジェンド S が、レジェンド S のインザネームオブからいじめが始まるあの流れは、もうめちゃくちゃ秀逸だと思ってるんですよ。だからいじめ始まりはいいなって思ったんですけど、ちょっとなんせちょっと最初の衝撃が強すぎて、ちょっとよくわかんないまま、よくわかんないまま時間が過ぎ去りましたね、そこは。でね、僕の今回の席は、ほぼ天井席かな、R 列、2階の R 列だったんで、だいぶ上の方だったんですけど、前回3月に見に行った時は、1階の前から3列目だったから、すごい近かったんですけど、まあ1階の3列目は近くてすごいいいんですけど、まあ、まあデメリットというか、その、ちょっと難点があるとすれば、向こう岸がほとんど見えませんよっていうことと、あとは撮影用のね、アームがウィーンってなんかすごい前行き来されるから、ちょっとそこら辺がちょっと邪魔だなっていう、まあしょうがないんですけどね、っていうのがあって、で、天井席の近くだったら、ほとんど、もう下ほぼ全部見下ろすことができて、全体像が把握できて、すごい見やすかったなと。で、あといくら後ろとはいえ、武道館レベルの広さ、なので、そんなに見えないってこともない。普通に見える。だから、どっちもどっちで一長一短でいいかなっていうふうに。まあ、2パターンの楽しみ方ができたから、よかったなっていうふうに思いました。はい。そうですね。なんか、モニターもね、いい位置、見やすい位置だったから、モニターと実際のね、舞台上となんか交互になんか、見たい時に見たい方を見ることができて、よかったかなっていうふうに思いました。あとちょっと最初ちょっとね、ヒヤッとしたのが、ドキドキモーニングの時に一瞬だけ音響が切れたトラブルがありましたね。ちょっとそこマジでヒヤッとしたんですけど、でも、全然問題なくね、続いたんでよかったです。まあ、ドキモもね、なんか、今回の武道館でやってくれてすごい嬉しかったんですけど、なんかこれでもう当分見納めなんかなって思ったら、ちょっと寂しい気持ちに。なりましたね。やっぱ曲は乗りやすいし、なんかね、楽しいですよね。振りながら、自分で振り付けながら見たりするのあれ楽しいですよね。なんか僕の前の座席にいた人が、なんか全部の曲を完璧に振り、完コピする人で、見てて面白かったですね。すごいな、この人って思いながら見てました。はい。でね、なんといっても今回のね、日替わりの曲が GJ とノーレイン、ノーレインボーだったんですけど、まあ僕ノーレインノーレインボーはねすごい好きな曲で、なんか2年ぐらい前に上げた動画でノーレインノーレインボーすげえ好きだみたいな話したかな確かしたと思うんですけど、この曲僕めちゃくちゃ好きで、それがライブで聴けてねすごい嬉しかったですね。僕が生で聴けたの東京ドーム以来なんですけど、やっぱこの曲を僕初めて見たライブ映像見たのが2014年の武道館のブルーレイなんですよ、映像なんですよ。でその映像すごい好きで何回も見返してるんですけど、だから今回武道館でねスーちゃんがノーレインノーレインボー歌ってる様子を見れてねすごい良かったですね。もう微動だにせず聴いてましたね、ノーレインノーレインボーで。なんか途中ピアノが出てくる演出があって、そのピアノから、対角線上に、光がね、ライトの光線みたいな感じで出てて、その向こうにスーちゃんが立ってて、俺表現下手だな、俺これ伝わってるのかな立ってるっていう絵もね、すごい上から見て、すごいなんか、いいなっていうふうに思いましたし、そっからね、スーちゃんがピアノに向かって歩いてく、そのスーちゃんの独特な歩き方もね、しっかりと目に焼き付けることが、できました。でその後スーちゃんがピアノに座って、なんか弾いたのか弾いてないのか分かんない、多分弾いてないと思うんですけど、ピアノに座ってちょっと手は見えなかったんですけど、そこで歌ってるという演出もあって、その後しばらくなんか10秒から15秒ぐらいブレイクタイムみたいなのがあって、もう武道館中がシーンとなってみんな静かにしてて、なんとも言えない空間でしたね。はい。であとちょっと順序逆になっちゃったんですけど、その前に GJ やってたんですけど、あの GJ のね、モアちゃんのね、破壊力やばいっすよ、本当に。あの GJ のモアちゃん、めちゃくちゃ可愛かったですね。
途中ね、手叩くところをモアちゃんが煽るんですけど、それをなんか腕組んで、モアちゃんが腕組んでね、もうなんかこんな感じで腕組んで、もう俺がやったら全然可愛くない。腕組んでね、全然聞こえないみたいに言うところがね、めちゃくちゃ可愛かった。本当に可愛かった、それ。もうね、なんかマスクしてて暗い目でよかったって思いましたね。もうなんか俺めちゃくちゃニヤニヤしてた、それ。本当に俺気持ち悪い顔してた、その時。もう本当に 暗闇でセーバーマスクがあってね、よかったなって思ったんですけど、あれ、やばいっすよ、あれ。あれね、今まで見た、モアちゃん史上で、1位ですね、あれ。あそこのモアちゃんの可愛さは、やばかったですね。早く映像で見たい。早く映像で見たい、あそこ。もうこれだけでね、もう今日来た価値ありましたね、本当に。そうですね。で、そう。その後、脳裏に脳裏に棒でしんみりと終わった後に、なんかディストーションなんですよ。もうこの構成のね、もうなんかめちゃくちゃ具合、いい、褒めてるんですよ、これ。いい意味でのね。脳裏が終わってからのディストーションになる、なんかもう全てをぶっ壊すみたいな、この流れ、もうなんかベビメタらしいなっていうふうに思いました。そっからね、で、あと、そう、あのね、パパヤの感想がね、僕、北西側だったんですけど、ちょうど多分北側で、やってくれたんですよ、あの感想のダンスを。だからね、北西側でしかも上からでしょ。めちゃくちゃよく見ることができてね、よかったです。あそこの部分、多分パパイヤの感想の部分、みんな好きだと思うんですけど、そこをね、しっかりと目に焼き付けることができて、よかったです。あとね、次、メギツネの時の、これ今まであったのかな？なんか、僕初めて見たから、多分、今回からかなって思うんですけど、メギツネの時に、舐めたらいかんぜよってやった時に、ステージのね、床に舐めたらいかんぜよっていうひらがなが出てくる演出もすごいかっこいいなって思いました。あれ、前からありましたっけ、あれ。今まであったのに、僕が覚えてないだけかもしれないから、なんか、今更気づいたのかよって思われたら、ちょっと申し訳ないんですけど、それもすごい良かったなって思いましたね。あと、そうだな、なんかヘドバンギャーで終わったんですよね。今までそのいじめが、鳥で、アンコール前の最後がロード・オブ・レジスタンスっていう構成でしか武道館見てなくて、僕の体がそれに慣れてたから、エドバンギャーで終わった時に、あ、そっか、もうアンコールなんだっていうふうに ちょっとあっけに取られたってこともありました。で、あと今回のロード・オブ・レジスタンスはね、最後のスーちゃんの伸びが今までで一番良かった。良かったっていうか、すごい心がこもってる感じがしましたね。最後、すごい伸ばしてたから、レジスタンスのところ、すごい伸ばしてて、力強かったね。あと、今回も例に漏れず、ちゃんとね、旗を、ね、スーちゃんとマーちゃん、それぞれの旗をね、渡すところをね、確認しました。スーちゃんのね、スーちゃんの旗、投げ下ろすっていうか、なんかもう、すごい綺麗なフォームで、旗がすごい綺麗な放物線描いて、下に落ちてったのが、面白かったし、対照的にマーちゃん、ちゃんと丁寧に渡してて、いや、なんか、ほんとなんか、漫画みたいで面白いなって 思いましたね。そう。で、最後にね、なんかドラが8個出てきて、まず、外側にドラが8個出てきて、それをなんか1個ずつ叩いて回っていくっていう、あ、こういう感じで銃の音を鳴らすってこうやって表現するのねって思って、そう、あ、今回 We are って言わないんだ、みたいに思いながら。だから1個1個ドラ叩くたんびになんかドラムが、なんか337拍子を叩いてたのがなんか面白かったです。で、そう、その後に、残りの2個のドラが真ん中の方に出てきて、1個ずつ叩いて終わりっていう感じだ。で、終わるのかなと思ったら、その後ちゃんと We are って言ってくれて、よかったですね。なんかその We are っていう時に、その真ん中のステージを、その、スーちゃん、モアちゃん、ももこちゃんの3人が、もうなんか駆け回ってる様子がね、なんか、本当にね、なんか、ベタな例えなんですけど、本当になんかもう天使が駆け回ってるみたいでね、見てて、すごい幸せな 気持ちに、なりました。っていう感じですかね。で、まあ、最初にも言いましたけど、お次は何もなかったと。そんな感じですね、今回のライブは。まあ、楽しかったですね、武道館で。まあ、無事に開催できてね、よかったなっていうふうに思いました。本当、やるのかやらないのか分からなかったんで、無事にやれてよかったなっていうふうに思いました。まあ、これからね、まあ、ベビーメタルどうなるか分かんないんですけど、とりあえず、ベビーメタル自体は続くんで、まあ、楽しみにね、ついていきましょう。では、See you.